て、太田もねたくさん車あるんですけれども、はい、ちょっと今回気になる車どれがいいのかなっていうねことなんですけれども、はい、これはあれですかね、はい、まあ WRX、はい、STI これよくわかりますけれども、はい、ちょっと中を見ると、なんとなくステアリングとか、はい、シートが、はい、色が違いますよ。そうですね、はいはい、これは何でしょうか。タンレザー、タンレザー、はい、ということでございまして、はい、今回はですねこの WRX STI、はい、これグレードはどんなグレードなんでしょうか。あ、こちらは STI の A ライン、オートマチックのグレードですね、はい、そうですね。じゃあなおさらこれにしましょうか。はい、かしこまりました、ね。今回じゃあこの車を気になる車を選んでみますね、はい、場所を移動してじっくりとご紹介していきます。はい、さあということで移動してきましたけれども、はい、WRX STI A ライン、はいはい、ね、オートマチックの1台ということです、もちろんこれ AWD なんですね、はい、まず教科書からご紹介していきたいと思いますが、はい、こちらの評価をいただいているお車でございます。はい、内装が星3つ、3つ、はい、外装は星2つ半、はい、評価点が 4.5 点です。はい、総合評価 4.5 点ということで真ん中よりも上と、いう評価をいただいているお車でございますね、はい、この内装星3つに少し秘密がですね、はい、隠されてるんじゃないのか、そんな風に思いますけどね、はい、じゃあじっくり見ていきたいと思いますけれども、はい、まあ A ラインですね、はい、オートマチックのお車ですが、これパッケージが実はあるプレミアムパッケージですね、はい、ということですけど、まず外観からちょっと見ていきたいんですけども、これはもう見た目ちょっと分かります。フロントの部分ですね、はいはい、こちらは STI 製のフロントアンダースポイラーがついています。STI 系のフロントアンダースポイラー、まあ、これがあると、まあ、少し車高を、ね、低くしているようなイメージもありますけど、はい、まあ、別に走りにもそうです、ね、かなり影響してくるね、いうことで、この辺はポイントが高いですね、はい、それからアルミホイールですけれども、はい、こちらは BBS 製の18インチアルミですね、はい、これが18インチのアルミホイールですね、はい、スポークがかなりたくさん出てますので、はい、まあ、スタイリッシュな感じですね、はい、で、プレミアムパッケージというお話いただきましたけれども、はい、その秘密が、はい、まあ、室内に車内にあるということなので、はい、ちょっと乗ってみたいというふうに思うんですけれども、はい、もうここまで来ると分かりますので、まあ、ちょっと冒頭お話ししましたけれども、はい、やはりこれタンレザーというね、はい、これプレミアムタンインテリアということなんですけれども、はい、まあ、オレンジに近いような、ね、はい、まあ、茶色ですけど、この辺がポイントなんですけど、ちょっと、まあ、座ってみたいと思います、ね、お願いします。まあ、一つはこのシートですよね、はい、これも高級感がまず一つあるというのと、まあ、所有している喜びを感じるという、ね、はい、レザーになっていますけど、これまあ、レザーですけどパンチングが少しされてますので、まあ、通気性という部分でもね、これは強化ができるんじゃないのかなと思いますね、はい、まあ、このレザーシート、まあ、大きな特徴がありますし、それから、まあ、レザーシートなんでシートヒーターもこれついてるんですかね。そうですね、はいはい、手元のダイヤルでですね、温度調節もできるということなので、はい、これもポイントですかね。こちらステアリングの方なんですが、はい、タンとあとはブラックの本革巻きのステアリングになっています。いわゆるここの、まあ、茶色っぽい、まあ、少しオレンジっぽい、ここをタンと言うんですね、はい、まあ、タンカラーで、はい、あとはコンソールリフトも、タンカラーになっています、はいはい、ね、はい、これも印象的ですね。ドアのアームレスト、はい、この一部分もタンなんですね。そうですね、はい、まあ、ちょうどシートには STI というね、まあ、刺繍もされてますので、はい、この辺も印象はかなり変わっているということですね。まあ、なんといっても A ラインですからオートマチックなんですけれどもね、まあ、パドルシフトもありますので、まあ、マニュアル感覚でこれは運転できると、いうことは言えると思うんですね、はい、それとですね、これディーラーオプションがついてるということなんですが、はい、これ何でしょうか。はい、はい、リモコンエンジンスターター、こちらもついております。はい、これは例えばですね、冬場の利用っていうのはね、まあ、よくあるのかなというふうに小竹さん思いますけれども、はい、結構通年で使えるというのがポイントですかね。はい、ではこの車ですが、詳細を小竹さんお願いしたいんですが、
はい、はい、平成22年6月登録で、はい、走行距離はおよそ1万7000キロです。1万7000キロ、はい、車検はどうですか。はい、はい、27年6月までついております。はい、ではこのお車ですが、ズバリお値段をお願いします。はい、消費税込み264万6000円です。なお初費用リサイクル料金は別途申し受けます。今回の10号車気になる車ですが、22年式の WRX-STI A ライン AWD オートマチック車の1台です。お値段は264万6000円ということでご紹介いたしました。評価の、ね、非常に高い車ですし、はい、まあ、WRX の中でもです、ね、A ラインオートマチックの車ですからね、はい、早めのご来店をお願いしたいと思います。